はい、3日目は、こんな感じでーす。ちょこっと開いてきましたね。このね、開かないでパッて終わる予定だったんですけど、こっちもいい感じに開いてきて、もうバラとしては最高のバラですね、こいつも。まあ、引き続きちょっと経過を見ていきたいと思いまーす。はい、バラの目利き動画を上げたんですけれども、ちょっと想像以上の結果になりましたね。見てください。本当に条件一緒で、花をした、茎切る日も同じ、水を変える日ももう同時ってやってったんですけど、これだけ差が出ました。もう開いたって言っても、まあ、このくらいまでしかやっぱり開いてないんですね。でこっちの開いてるのまだまだ元気です。ちなみに今日、18日目なんですけれども、もう2週間以上経ってます。でこれがこうなってしまったのは昨日の出来事ですね。で、もう、これ、全然、まだまだ元気なので、もう開いてるから持たないっていう考え方は、ちょっと変えて、本当にいいバラを、皆さん選んでいただけたらと思います。多分この動画、これで最後になりますので、また次回も面白い実験できたらと思います。じゃあ、本日の動画、以上になります。